お待たせしました。ラビットハウスのオリジナルブレンドだよ。どう？どう？美味しいでしょ。しかもティッピーのモフモフ付きなんだよ。ちのちゃんなんて？あれってメニューにないの？どうしてどうして？私が最初に来た時はあったじゃん。そういえば私以外にモフモフを注文した人っていたっけ。あれ、あ、もう飲んじゃってる。そんなにモフモフしたかったんだね。だってモフモフだもんね。ちょっと待ってて、ちのちゃんにお願いしてくるから。コーヒーも美味しいでしょ。ティッピーもモフモフでしょ。それにちのちゃんが頑張ってるから私も応援したいんだ。っていうのが宣伝月間を始めた理由なんだよ。転校生くんも協力してくれるんだったね。ありがとう。あのモフモフを知ってるかいってどう？今キャッチコピーを考えてるんだけどね、ラビットハウスの。あのモフモフを知ってるかい？なかなか名フレーズだと思うな。だって意味深じゃない？あのモフモフってなんだ？って思うよね。そしてこの喫茶店に来てみんな気づくんだ。あれがあのモフモフかって。うわ、もうこれで決まっちゃったんじゃない？コーヒーの要素、確かに。あの黒いモフモフを知ってるかい？ちょっと違うか。あの黒い飲み物とモフモフを知ってるかい？黒モフ。ふぅ、こんなにたくさん案が出ちゃったね。転校生くん、どれが一番いいと思う？全部ダメはダメだよ。ふむふむ、これとこれと、じゃあこれはちのちゃんに見せてみよっと。なんだかこういうのって楽しいよね。ありがとう転校生くん。一緒に見せに行かない？